あの番組を見ていただいている方は詳しい方も多いんですけど私もやっているので番組をね相談を受けました先日中学校入学に向け iPhone をプレゼントしたパパさんがこう男として男のプレゼントだとか言って iPhone を渡しママさんはそんなつもりなかったのにこれをどう管理するんでしょう私が結局管理するのねっていう諦めましょう。<laughs> 私分からずで まあでもやり方は各キャリアがそのね、はい、フィルタリングの設定法 iPhone とかもやってますんでちょっとあのそれを見ていただくしかないんですけどよくこの時期になると子どもにスマートフォンを持たせるべきか。 持たせた後はどこまで管理するは僕は子どものことを思ってるんで <laughs> もうやりたい放題やっていただいてですねあのたくさんあのなんでしょうダメなツイートをしてたくさん捕まるっていうですねそうなるからだから持たせちゃいけないっていう話なんだけど、まあ、持たせないって話ではなくてね持つのは OK だし、うん、これから将来のことを考えれば持っておくのはいいんだけども、うん、ちゃんと親御さんがコントロールできる状態で持ってもらうのがいいしそれはでも一元的じゃなくて小学校中学校高校でやっぱりレベル 違うじゃないですか。はい、まあ、そこをちゃんと踏まれた上で、お話ができるといいなって。ちょっと、まあ、うん、ま準備があるんで、また次回、はい、次回ぐらいかな。うん、まあ、ちょっと、あの、留学に、間に合うように、ににううにちょっとご紹介したいと思います。うん、各キャリアの皆さん、ご協力の方でよろしくお願いします。ますホーリン高井木の、検体しようぜ。 今回ご紹介する端末は楽天モバイイルファーウェイメイト S まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 149.8mm 幅 75.3mm 厚さ 7.2mm 重さ 156g5.5 インチ有機 EL ディスプレイ 1080×1920 ドット Android5.1.1 搭載 CPU ハイシリコンキリン935オクタコア ギギガガヘヘルルツツと内蔵メモリーロム32ギガラム3ギガバッテリーは 2700mAh オートフォーカス対応有効1300万画素カメラがメインサブは800万画素マイクロ SDXC メモリーカード対応となっております皆さんお待たせしましたファーウェイの S です大きくて薄くてそして画面の綺麗さに注目してください。ファーウェイの クシップモデル注目です携帯ピックアップですこちらの端末です楽天モバイルファーウェイメイト s ということで、はいえー、カラーは3色展開になっています、はい、こちらから、はい、チタニウムグレー、はい、そしてこちらがローズゴールドミスティークシャンパンということでちょっと色の違いが見えますか、ね、そうですね今日はこちらをご紹介しておりますあのーはい まあ、あのこの番組ずっと見ていただいている方はもうよくご存知だと思いますけども去年の9月の IFAIFA2015 の時に発表になったモデルまあファーウェイのフラッグシップモデルということで出てきたんですけど国内ではシムフィー端末として売られるんだけれども、はい、楽天モバイルで、まあ、取り扱いが始まったということで12月の確か頭ぐらいに、はい、えからも扱って えもう今店頭で普通にまあ楽天さんの場合は楽天モバイルのショップがまあどこもえみたいにたくさんあるわけではないけど何店舗かあるのでまあまあ見れますということでえすでに販売をしておりますこちらのモデルをご紹介したいと思いますがファーウェイの中では去年の800万の発表的にも見ましたけどいわゆるフラッグシップモデルまあこれが一応彼らとしても主力の一番こう ハイエンドの一番こう彼らが気合を入れて作ったモデルということになりますと実はその前にあのアセンドメイト7っていうあの同じような大画面のハイスペックのスマートフォンがあってちょうどだから海外でいうとギャラクシーノートとえーがある一方でまあえギャラクシーも頑張ってるんだけど実は。 うん、ファーウェイもこういうでかいの出してきてるんで結構人気が集まっているということで、うん、まあ大画面ハイスペックスマートフォンの先駆者のグループの一台が、うん、まあ今度はまあそれの後継モデルということになりました、うん。なんかこう持った感じも含めまあ色のこう感じと質感も含め、うん、なんか本当ハイスペック感まるだしみたいなすごいでしょみたいな感じは出てますよねあ。あのメタルっぽさがすごい強調されているので大画面も含めてすごいの来ちゃったなという感じでなんか日本は割とコンパクトだったりカード、うん タブが緩かったり、そう,ね、そういうなんか緩めな感じがやっぱり好きじゃないですか。海外ってこれだけでかっ、うん、書く格ンみたいな。そう割とそんな感じ。そだろうですね。いな。あのー、で過去に、ねそ,でね、そう過去にもなんか何度か説明してますけども、うん、一番わかりやすいのは文字入力でわかりやすい。うんうんはい。なぜかというと日本は皆さんまあ例えばここで今こう検索ボックスとかを表示すると。 えっとこんな感じであの日本語のまあ当然キーが出ます。日本語キーこっち側のこの下のところこれを使ってまあフリックだったりとか最初に慣れないからマルチタップでみたいな使い方をしますけども英語圏の方はどうしてるかというと大概こっちなんですよねやっぱりねクアーティーキーパソコンとほぼ同じハイレスキーボードこれ片手でなかなかやっぱ打たないじゃないですか両手ですねそうかだから実は。 外人さんって変だけどその海外の方はこのクワティキーでもともと文化があるからこうやって持って打つんですよ、ね、ブラックベリーもこうだったじゃないですか、はい、そうですねテンキーを使って入浴するのは日本は当たり前なんでだからやっぱ片手で 使いたがる、うん、だからそのサイズ感がすごい大事っていう方をするんだけどもどっちがいいっていう話ではなくてただ世界の数勢としてはやっぱり今根底にあるのは、ね、多分文字入力の文化の違いなのかなっていうんで、まあ、海外ものはやっぱりどうしても大画面は結構いいよという話になってくるという,、うん、と,いうところだと思います。はい、そしてこの画面、はい、なんですけど見ていただくともう分かるんですけども大変綺麗な。 5.51のスーパーアモレットいわゆるアモレットって有機ゲルディスプレーですとものすごい発色は綺麗で半端じゃない、うん実際まあどんな感じなのかっていうのはこれまああの映像をね通してなんでなかなか分かりにくいんですけど、うん、この端末の6画面に表示される、えっと、画像が中に入ってるんですけどこれ見ていただくとくすと。うん すんごい発色綺麗で,でこれはやっぱり UQL の強みで、はい、あの液晶ってやっぱり前から言ってるけど後ろからバックライト当てるんで、はい、どうしてもちょっと影になって薄くなっちゃうんだけども僕、うん、は非常に綺麗と実際にその写真とか撮ってみても結構ね、うん、綺麗に見えるのでこの、はい、UQL は結構いいのかなとあとちょっと見ていただくと分かるんですけど 2.5D スクリーンという形んですけど要するに少し盛り上がってる分かるかな触ってみると分かるんですけど。<ー> ほら縁が少しカーブしてます。本当だ本当だ。この辺もなんかこう質感のいいところを見せてるというか、あのガラスベタって感じではないので、美しく仕上げている様子そしてあのドイツの発表会の時にはなんかこう重さを測れるとかあったような気がしますけど。ああはいそうですね。実はグローバル向けのモデルっていうのはえっとまあいくつか実はそのモデル同じメタシ中でも何種類かあって最上位のえっと機種に関しては実はディスプレイに 圧センサー、はい、圧力を測るセンサーが内蔵されていて、うん、その後実は iPhone が 3D タッチで長押しと押し込みでピュッとメニューが出るのを今やってますけどもあれよりも数週間前に実はファーウェイが先に圧力センサーのっけたものを出したんですが、はい、実は感圧センサーを内蔵させたモデルがあって、うん、ここにまあ測りを表示して、うん、で例えばこうな、ね、んでしょうこう あの時はペットボトルをこうやって立てたんですけどもペットボトルを立てるとペットボトルの重さが分かりますみたいな測かるのができたんですがこのモデルは残念ながら日本向けにはこれじゃないモデルが最上位の何種類かある中の感染者のないモデルが日本には投入されることになったので残念ながらその重さを測かるとか。 でも日本でで受けけそうですけどね日本のユーザーそういう割との機能なんだけど、うん、これ多分ね相当お値段が高いと思うんですよ。ディスプレイの中にまたセンサーを埋めて、ねうん、みたいな格好になるんで,、うんはい、でしかもこのここに触れてる面がなきゃいけないんで例えばこの上にこうやってベッとこうやって受けて重さを測れるかってそうではなくて。 設置面はこの中しか測れないわけだからそこら辺にいろいろ制限があるのでまあ現実的ではないのかなっていうのがあったので見送られたようですけれどももしそれが出てると,出るとすると多分日本だと10万円オーバーだろうと言われてましたいそうなんで,すでもまあそんな感じで今回のモデルこういう形でできてデザインの話もちょっと続きますけどまあ画面はでかいとでも一応幅は75.3なんでまあ比較的5.5五でしだけど僕の手なら持てるって、うん、いう、はいまあ、ことでは。 きたなこれぐらいまあモテるかぐらいのところまで来てると、うん、ただ割といいのはこれあのさっきの 2D もスクリーンもそうなんですけど実はこれすすすごい薄い薄んですよこれは感じますね 2>、うん、7 2ミリなので、うん、この7 2ミリになってるところと、うん、実はこれこっち側のお尻側から大面で見たかとんですけど、うん、少しカーブしてるんですよね手にこううまく当たる感じがして、はいうん、しかもエッジの部分がこうとんがってるわけではなくて、うん、ちゃんときれいにこうね一応立ってるので。 とんがってるとまた手に痛いとかいう話になるんですけどちゃんとうまい具合にそこができてるので持ちやすいのかなとそれから SIM カードのスロットなんですけどこれは本体の向かって左側のところここにあります iPhone とかとも同じピンをピッと挿して出すタイプなんですけどスロット1個じゃないですかでもさっきゆきちゃん読んでくれたけどマイクロですよねって話なんですがあるはいありますありますありますあの中に えっと、トレイの中にシムカードと、マイクロシティが両方入るタイプになってますんで。一個だけで、こうやりますという格好です。なりますと。で、まあ、最近はもうこのパターンが増えてきてるのと。まあ、二つある場合は、まあ、何、リアルシムにするみたいな格好のものが多いので、堅実なパターンなのかなっていう感じがします。はい。はい。そして、まあ、本体全面はこんな感じなんですが、背面側を見れば当然ね、まあ。 言わずと知れたこの質問センサーがございます同色系になってますがなかなか今回は結構頑張ってましてまず僕も実はあのこれ個人的にあのこれグローバル版なんですけど手に入れたモデルなんですが、はい、これ今,こう今ちょっとロックかけますね。うん、でもうこれ今手当ててちなみにこれ今僕あの海外旅行の時今これ使ってるんでこれの代わりに、うん、これを下げて海外ではこういう状態で歩いてますんで。 あの年末とか旅行はこれでやったんですけどもこれ指紋登録してあるんで普通に押すとこんな感じでロックスクリーンが出てきてでピンコード入れるんだけどもこれ今消えてますでちょっと分かりやすくいますけど後ろ側がなかなかね見えないんでここで12の3って当てるとこんな感じで光ります本当だもうロックも解除されて今回の指紋センサーは めっちゃ早いですそうか早いんだねそう認証がすごい早いです、うん、でもう本当触ったらた触ったらもう全,全然いきます、はい、サクッといくんでこれはちょっと僕も個人的にはすごいいいなと思ってますと、はい、まあ、あとこの指紋センサーって別に向きはこの向きだけじゃなくて、うん 別に例えば指カバンの中に入っている時とかだとこう逆向きでも構わないどの向きでも別に構わないのでああまあちゃんと認証は取れますよというのもどの角度からでもいい。メン、はい、タイプってこのスワイプしてこうずるっとやるタイプと違ってメン、うん、タイプって本当に当てるだけで解除できるんで、うんうん、すごい操作しやすいんですよ。はい、であと指紋センサーに関してはまあ最大5つまで登録できますんで、はい、まあ普通はこうやって持って人差し指でしょうけども。うん 万が一のことを考えても、まあ、左手の親指とかワイ、うん、ンシャーの中指とか、うん、いろいろとしてでも全然大丈夫です、うん、これちょっと設定をちゃんとしなきゃいけないんですが指紋センサーこれ今よくあるのは皆さんこういう端末だと大きい画面だと何が困るかというとメールは来ましたとか、うん、着信ありましたといううにう上からこうビローンとこう出さなきゃいけないんです、うん、これめんどくさいと、うん、こいつは一応指紋センサーでこうやってペット出すことがであ本当だでしかもまたこうやってピッてしまうことができるこれをこうやってやると でこうやってやると消えると<ー>便利に使えました。はあ、指紋センサーの操作で通知エリアのオオンオフができるしかも電話に出るのも実はこれで、うん、出れるので設定をすると実はこの指紋センサーは、はい、まもう一つのなんか汎用のボタンみたいな使い方ができるので、うん、これ結構 いいと思います。はい、で、まあ指紋センサーってよくセキュリティが強いとかっていう言い方をねしてる人はいますけど、うんはい、実は指紋センサーってセキュリティが強いわけではないと。へえー、そうなの、うん。なぜかというと、指紋センサーを通さないときは結局パスワードを入力するわけじゃないですか。はい、では実はパスワードを入力する手間を指紋で通すことによって楽にしているものなので、指紋がない限り通らないって話しまして、指紋が通らないときは結局は パスワードを入れるんでそのパスワード漏れたら意味がないんで前にもよくご説明してますけど、はい、こうやって置いてあるとこう寝てる間にこうやってピーッと目をペッとていったらロック外されたっていうのは当然あるのでこの番組でしたらなんかこの前なんか何テレビ番組が何かで去年紹介されたんだ <laughs> そうそ,そうなのでもうそれぐらい有名になっちゃったんで指紋センサーはそういうところもあるので注意してねと <laughs> いうところでさてそのほにもまあちょっと変わった機能があって、はい、実はナックルセンスっていう機能があります。

でキャプチャーできるからすごい簡単に使うことができますうん、うん、例えばこうちょっとこれやりましょうかね。ゆきちゃんをこれで撮りましたと。はい。お、はい、お、あ切り抜いたでこんな感じで今撮った写真をぐるんちょっと丸くしたんで、うんはい、それを丸くするとこういう形で丸く切り抜けます。<ー>このほかにもハート形で切り抜いたりとか、はい、ちょっといろいろこう技ができます。でさらに2本指の関節を、うん。 これでちょっとこっち向きですけどこうコンコンってやるとこれあのここに画面で出てくるんですけどビデオクリそれ何かっていうと、うん、例えばこの端末内の操作を録画をして、うん、で保存しておくことができる、うん、具体的に何をするかっいうと例えばゆきちゃんがこの機種を使ってる僕も使ってる。うんうん これ何とかって設定ってどうやってやればいいのって口頭で使えるの大変だけどここで操作方法を僕はこうやって操作すって録画します画面内だけをそれをゆきちゃんに見せればゆきちゃん側はそれを見ながらあなるほどそうやってやるのかっていうふ分かると解説とかに使ったりするには結構ある、うん、そうかそかかそういうことね普通の人はあまり使わない機能で一応こういう機能もありますと、うんうん、今あの関節で結構コンコンやってますけど、はい、これで例えば、まあ、ちょっと今乱暴ですけどこう指先とか。 ペン先とかこれ、うん、これじゃダメなんですか腹一応ねなんか腹でやると行かないんですよ中に小人がいて関節が来たかペンが来たかを判別するんですよ <laughs> 不思議ですね<う>これね、はいうことで実は関節じゃなきゃいけないんで、はい、ペンとかあの指先とかではダメなので一応まあ多分 おそらくなんかその当たってる面の形とかおそらく見てるんだと思うんですけども、うん、一応あの関節でできますってことでこの指関節でやる機能って他にもあって前にもファーウェイの端末の時にご紹介したと思うんですけど、はい、実はあのこれで C ってやるとカメラが来たとか E きたきたブラウザーが来たとかとだ M であと M で音楽,音楽まあ音楽データ入ってないんでいかないと思いますが、まあ、こんな感じで音楽プレイヤーが起動するとか。 えっと、w で天気天気電気は分かる。 こういう機能があるので結構でこれ実は今こうやってやってますけどカスタマイズができるうんうん、うん、あそうなんだなので例えば C でカメラじゃなくてよく使うからじゃあ LINE にしますとかでも OK なので<ー>起動したいアプリをそこに登録しておけばいいのでカスタマイズして使うこともできますということでここはまあうまくできてるなと思いました、はいはい、でそれからカメラですけどもカメラは1300万画素 F2.0 のレンズを採用光学でブラック性を与えることでスペックは非常にいい,い,い、ね、で実際に撮ってもまあ非常にきれで <laughs>、えー、まで、あ、RGB BW の4色イメーージセンサー搭載さらにこのカメラのこのレンズのとこですね、はい、これ実はよく傷をつけたりするケースがあるんですけどもこれはあのサファイアガラスのプロテクターがついてるんで結構お値段もいいものなんですがまあそういう意味で言うと傷がつきにくくていいですよねとそれからフロントカメラは当然のことながらこう上にありますけれども、はいえー、いわゆるその、えー、自分撮りもしくはグループ撮りまあ そういういのは割とこう中国からわりとこう広がった感はあるのでパァーエイルさんでちゃんと広角のレンズを搭載とそれからえゆきちゃんはさんざんもうえ試しましたけどもおなじみのビューティーモードも搭載してございますのでお肌がこう大変こうですねビューティーモード10ぐらいで撮るとですね えー、こんな感じでですねだいぶいいじゃないですかちょっとちょっとお金かかってる感感じじしますすよあこんな感じで,すでビューティーモードはですねあの何がいいかっていうと野郎が持っててビューティーモードにしても別にいいんだけど女性を取ってあげて取ったデータをその相手に渡せるという意味の良さというのもあるので、まあ、取ってあげられるっていう良さもあるのでだからまあ。うんうん 本当アップするときやっぱ思いやってよとか思いますよねちょっいいんだけどビューティーモード入ってるみたいな必ず聞いちゃうも私入ってる分でしか撮っちゃダメですね本当そうお弁当食べてる姿とか勝手に撮るんだけどていうかビューティーモードで撮ってるのはいいんだけどアップしなくていいみたいな大事ですよというのもあって実はビューティーモードは非常にまあ受けがいいんですがこれはやっぱり効果は適面ということでぜひ 女性を取ってあげるといいのかなとまあはいいうことだと思います <laughs>、はい。あとまあちょっと今回のもでまあちょっと今日はデモしませんけど、はい、よくあのこういうねこう,こう後ろまあ今日は真っ白ですけども会社の会議室とかでこうなんか会議したね、はい、こう。 書いいたりすするじゃなでかホワイトボードを撮ったのを真正面から撮れればいいんだけどじゃなくて斜めから撮った時にそれをまっすぐに補正してくれる文章撮影のモードもありますし仕事ネタでいうとスマートレコーダーって言って実は3つマイクが本体についてますんで3つのマイクを使っていわゆるボイスレコーダーをやるとまあいらない音例えば。 今こう僕らがいて皆さんがそっち側にまあ正面座ってますと僕の声はやらないけど由紀ちゃんの声が聞きたいと時はそこの僕のところの声だけこう消して雑音にしてしまってまあ音を低くしてゆきちゃんの声をはっきり聞こえるようにして再生するなんてこともできるので結構これもまあ便利な仕事的には便利な機能ですと。からバッテリーはあのこれ確か二2,700かな急速充電対応なので2 1アのいわゆるあの。 えー、最近の高出力の、えー、充充電電器でで急速充電ができます、うん、モバイルバッテリーでもいけるし、うんえー、なんだろう充電器でもいけますので、うん、すすこれ結構あの僕もこの前旅行に行った時に毎年使ってたんですけど、はい、まあ結構短時間で充電できるし。うん あのモバイルバッテリーも、えーまあ、あの持っていったのですごく役に立ったのでこの急速充電ができるできないというのはこれから多分結構鍵になってくると思いますのです、ねはい、試していただきたいとで今回のモデルは実はパッケージの中にです、ね、実はこの専用カバーいいいいてての、えー、最初からついてますすごいしかもここれれごでこんな感じで使えます。えー 必ずついてくるでしょで最近ねちょっとこのやっぱりこうだってほらギャラクシーノート以降、うん、ずっと広がってきたんだけど最近いろいろこれもあのだんだん人気ができていろんな皆さんやるようになってきたんですが、うん、これねやっぱりありだと思うんですよでちゃんとこ,うこの状態でも背面の指紋センサーもそ、ね、<事>えるのですけ<事>それから、まあ、これあのちょっと開けてませんけどステレオイヤホンなんですけど実はこれあのここに真ん中に分かりますけどこれ、うん、真ん中の棒のとこって実はボリュームの上下があるんですけど、うん、要するにリモコン付きなので音楽プレイヤーとして使ってもらってこいつをつないでおけば えっとまあ音の大小もできますよ。ついいいてくるのはい、すごーいこの状態でもまあ皆さんもうお使いいただけるという格好なのでそしてトータルおいくらでしょうそこはですねじゃあ今日はみたいな、ね、高田社長も引退されたんであんまりあの <laughs>、はい、高い声で喋しゃべれませんがみたいな、はい、これはね、えっと、まず家電量販店。うん で買うとだいたいその出てるお値段はだいた8万円ぐらいです。ちょっと最近値段が下がったんですけど、だいた8万円ぐらいでで家電量販な店でまあ大概10%還元。実質多分7万2千円ぐらいかな。もうちょっとするから7万3千円ぐらいかなみたいな感じで出てるのがいわゆるその家電量販店のまあいわゆる店頭のお値段です。楽天モバイルさんは今キャンペーンをやっていて端末と SIM を購入して ちゃんとそのシムを開通させると、1万五千円引きになって、最終的になんと。6万4千八百円で買えるキャンペーンを今実施中です。<お>そうか、じゃあ、楽天モバイルのシムにするかっていう人は。これと一緒に買ってもらうと、値引きがあるので、まあ、結構安くなると。いいなのただ、これ対象になるのは、確か楽天モバイルのサイトなどから申し込む場合で。ちょっといくつか制限があるので、楽天さん、楽天モバイルさんの。ホームページからチェックしていただいた方がいいです。はい、条件がいくつかありますんで、うん。 まあ一応そこで見ていただけるといいのかなと思いますで。ケースついても薄いのは薄いですね。そうそうそう。いい感じですこれ。ちょっとこれだったら私も遠かしあって感じですもんね。あと女性にはありなのかなって感じがしますが、そんな感じでございます。は最終的なチェックです。えっと Wi-Fi は WPS のに対応です。着信許可はちょっとちょっと独特で、まあ許可この番号からの着信許可みたいなのもできるんですが、意外と面白いのはスケジュールっていうのがありますと。で要するに夜中ならないとか。あ まあ自分でできるのこれ。はい。設定ができます。はい、あとなんかあの同じ番号から何分以内に何回かかってきても多分緊急の電話だから受けるみたいなことも受けてから鳴らすみたいなこともできるので、うん、ちょっと変わっていますが、うん、えそういう機能もありますと。え連呼メモは残念ながらないので、うん、もうこれはもうあの各社の留守番電話サービスとかを活用してくださいということでなかなかあのう,かうまい具合にできている。 端末やなって感じはしますがスペック全面に出てる感じです。そう、でもさっきのこのノックとかもそうですけど小技が効いてるというか面白い触って面白い感じしますよねはい、なかなかよくできた1台詰まっていると思いますはい、続いてはズバリいいところ悪いところですはい。それではズバリいいところ悪いところですいいところからいきましょうでは、いいところです じゃんえ意外にスリムで持ちやすい美しいディスプレイ多彩な便利機能今日ご紹介した通りですが、うん、えっと割と5.5インチ端末っていうとすげえでかくてもう本当に大変みたいな感じにみんな思われがちなんだけどこれならいけるかみたいなサイズ感なんで。<laughs> あの正直に言うと前のアセンドメイト7の時はでけえなと思っててやっぱりちょっとその海外で使ってても本当にでかいなと思ってたんだけど今回のはまあそういう意味で言うとやっぱあの横っがスリムなのもあって結構ね持ちやすくて使いやすい感じがするので僕はこのカバーをつけてあの首から下げたいなってのもあるんで。 その海外旅行に使ってますけども、うん、意外にちゃんと行けているので、うん、割とこれならばまあ持って歩いててもいいかなという感じがしましたそしてディスプレイもまあディスプレイ綺麗ですね、まあ、言うことないと思います、ね、本,当に本当にあのこれぜひ見ていただきたいです、まあ、ちょっと見ていただきこれは店頭で見ていただきたい感じの美しさで、うん、まあちょっと液晶とはやっぱ一段違うなで便利機能はまあ今日いくつかご紹介しましたが、うん、まあその ノックするのもそうですし、意外にそのボイスデコーダーだったりとか、その文書の撮影モードとかもいろいろあるので、なかなか工夫ができているので、まあこういうのはぜひ順番に使って試していただいてやっていくとより楽しめるのかなって感じがしました。はい。そして悪いところです。ではいきましょう。じゃん。うん。好みの分かれる独自独自のアプリ。はい。そしてなぜか Wi-Fi が 5G ガヘルズ非対応。はい。 さすががにお値段が <laughs> まず一つ好みの分かれる独自の,のアプリっていうのが実はファーウェイの端末ってアンドロイドではあるんですけど独自のなんですね、うん、えで具体的にどういうことが起きるかっていうとそれは普通のまあこ,れほこれまず普通にホームアプリの話ですとど言うと普通にこう表示すると,えっと普通だとこう最初の画面にえ何だろうアプリケーション一覧ボタンっていうのはどっかにあるはずなんですようん、うん、ないんですよ。 これは iPhone 的な感じでもここに全部もうアプリは並んじゃってるわけです。並んでる、ね、増えていくとこっち側のこの最初のホーム画面の続きの画面にさらに増えていく方法になっているとる例えばさっきの,そのギャラリーとかも表示して、まあ、これはあのこういう感じでギャラリーで表示されるんですけどこの辺ってやっぱりお作法が Google の Android の表示のものは若干違う。 やっぱ独自のの作法の部分は結構ありました<ー>そのほかにもまあこのメモ帳とかテーマとかもそうですもちろん Google のアプリもちゃんと入ってるんですけども、うん、ブラウザもちょっと独自だったりするところもあるので。 ちょっととと慣れれれれななななないいいいううここころがももししししかかかたらあるは本当ににに好み別別てしまえば別にどうってことないですね、はい、で w i f i の 5GB に関してはこれはなんかどこを見てもそう書いてあるんですけど一応 5GB の w i f i に対応してないと、うん、ところが、えっと、グローバル版は実は 5GB 対応のモデルがこ,う、ね、こっち側の、うん、グローバル版の方は出てるので、うん、残念ながらデパー法の問題があるんでこのグローバル版を日本で使うことはできなくて僕の海外旅行これ専用端末になっちゃってるんですが、うん、海外のスペックを見ると、まあ、802.11の ABGN となってるんですが、うん こっち側は残念ながら BGN なので2.4ギガのみのようです。そこはちょっとこう日本での5ギガが使える。 環境が整っていること最近ほら w i f i スポットも大喜利なとか増えてきてるのでちょっとこれは惜しいかなって気がしました。うん、お値段の話はさっきその楽天さんのキャンペーンで1万5千円安くなるとかガネ・リョハンさんだと10%還元で7万円台前半っていうのがあるんですが SIM フリーの端末でやっぱり7万円前後っつうのは結構勇気のいるお値段なんで,、うん、で今売れ筋って何ですかって言われるとまあ s u s ののたりのまあ 大体3万から4万キるぐらいのあたりっていうのがやっぱり今売れ筋最近はもう1万円台の、ねうん、フリーテルとか、うん、アップーとか、うん、まあそういう安い端末も出てきてるので倍だもん、ね、そう考えるとね1万円台後半で買える端末がある中に7万円かっていうと、うんうん、キャリアで買うと、ね、あのだんだんこれから制限厳しくなりますけども、はい、まあいわゆる実質負担額っていうのはもう少し下げてくれるわけなので、うん、素で7万円か結構勇気いんなみたいなところがあって。うんうん まあ、あの分割払いができるとか、いろいろこうね、仕組みはあるんですけども、はい、ちょっと、えー、躊躇するところではないのかなっていう感じがしました。まあ、でも、高級感とか、ハイスペックとか、はい、その、まあ。 この付属品も含めて、ね、まあトータルしたらすごい人がすごいものを持つみたいな、まあそうなの、トータル感になるのかなと思います,す,す。だからそんなにその割高という意味ではなくて、うん、単純に価格帯が上のモデルうといううですよ。今今年は特にそのミッドレンジから下が結構増えてくるだろう、うん、って言われている状況の中でいうと、うん、上のモデルなんで皆さん。 まあ理解しておいてねという感じだと思いますそうね、まあ全部安いに越したことはないけれども、いいものが安いのが一緒なんですけど、本当そうです。はい、ぜひ店頭で画面の経験も見ていただいて。そうですね。あの楽天さん、の楽天カフェでえっと何箇所かでありますけども、もしチャンスがあれば見ていただいて、まあカデニオハンさんとかでも時々でもね、あのファイさんのモデルが出てることがありますんで、それで見ていただいてもいいです。まずは画面をこの綺麗なこの この大きさと綺麗さこの綺麗な画面はぜひ見ていただいてです,、ねうん、すげえなと思っていただけるといいかなと買ったら教えてねはい。ハウトゥー携帯ですさてですね本日はセキュリティのお話を していきたいと思います。はい、先日、はいえー、視聴者の方からご意見をいただいた。お、そうですね。はい。はい、ということですが、はい、どんなご意見でしたでしょうか。あのー、この前えっとちょっとちょっとだけニュースに流れたんですけど、はい、A.U. ショップの店員さんがお客さんのメールを盗み見ましたと。ね。いうニュースがありました。ありました。何をしたかっつと、要するに A.U. ショップでその店員さんがセットアップするときに、ええー、まあそのお客さんのメールが まあ、転送されて自分のアカウントにメールアドレスに転送するように <laughs>、はいまあ、設定しちゃいましたとこ<れ><ら>自動転送すする設定にしたんですね,そうそうですねさらに、えっと、パスワードアカウントのパスワードも登用して、まあ、その写真とかも、まあ、見れるようにしちゃいましたっていう話があるんですが、うん、端末を見たその見てたその自分で触った買った端末を見たお客さんが。うんうん なんか知らないメールアあるスがか登録されてるんで、うん、これなんじゃいっていことで問い合わせて発覚して、うん、当然店員さんは逮捕されて、うん、まあええー、っていう話なんですけど、うん、実はこれってあの au のメールが実は自動転送ができるってことを知らない人が意外に多くて,、うん、多くて視聴者のまあちょっとお名前があるとあれなんで、はいで n さんと言ってますけど、はい、僕にメールをくれて。はい でこれやっぱりちゃんとこれ解析した方が良くないですかって話でまあ確かにそうですよねみたいな話になりじゃあそれちょっとご紹介しましょうかっていうのでう、えー、まあ au のメールの転送、はい、まあ自動転送ができますんでこれについてちょっとご説明を ししままょううといいわけでございます、はいはい、私は長年ドコモなので、うん、まあ au そういうことあるんだっていう、うん、でもある意味自分でも注意しなきゃとも思いますけど au は、えっと、eGWebNEJP という、うん、まあ au の e メー a i がありますけどもこれをずっと始めて以来、うん、au の端末に届いたメールを、はい、例えばパソコンとか、うん、他のメールアドレスに転送自動転送する2か所まで転送先を登録するという機能を実は この機能まあ,あのどっちか利ですね。うん、で例えばこう携帯電話とかがスマートフォンとかがまあ一時的に使えなくなりましたと、うん、いう時でも一応メールサーバーは動いてるわけなんで、うん、まあパソコンがあれば、うん、パソコンの例えばプロバイダーのドレスとかに登録しておけば、うん そっちち側に転送してくるるんででここメールはは一応届いたとかゆきちゃんが例えばいちいちご飯食べみたいなのがメールで来てても仮に端末が使えなかったとかいう時でもパソコン側でメールアドレスを受けておればそれは見ることができますがあるし僕なんかだと海外に行く時に実は自動転送先を g メール l でしとく。ん。すと現地で SIM カード買って SIM フリー端末で使おうとするとそこに同じ g メールなのです g o o g l e アカウントを設定すれば。 自分の持っている英雄端末はずっとそのそうですね。あの使ってないっていうか、まあ金庫に預けるでもいいんだけども、はい、使わない状態して,ても、どりあえメールが来たことはわかる。ということなので。 結構これは便利に使えるとということですね、はいまあ、便利の裏側に悪用されるとこういうことになってしまうっていうのが今回の事件の一つで,です。はいはい、でもう一つはもうこれ良かったなと思うのはお客さんがちゃんと気づいたちょっとくだらない,よいよ、ね、ちょっとくだらない余計なネタをね少しちょっとお話しておくとこのお客さんとは関係ない話なんだけど、うん、この au のメールの自動転送っていうのは、うん、実は。 えっと、旦那さんとか奥さんが浮気してんじゃねえかを探るのにも実は結構重宝がられてるっていう話がよくネットでででも話題になっっってててます、えー、設定されちゃってるってこと身内でそう、まあ、今どきはねだから LINE とかなんだけどもやっぱりメールは基本なんでやっぱメールこうなん,か、ね、なんかしてんじゃねえとロックかけてるから分かんないじゃあ au だったらメール転送すれば全部分かるよみたいな感じで、うん、ロックを外れたタイミングで。 まあ、メールの転送先をセットして、まあ、知らないようにそうすると本人がもう触ってるだけだと転送先のメニューが見えない限りこのメールは転送されましたか別に表示されないんで恐ろしい全く気が付かないんですよ。と、はい、いうことがあるので、うん、だからまあそれは気をつけましょうということなので、はい、au の人で、えっと、浮気をしてる人とはいませんが。<laughs> <あの S 2> 一応なんかなんか自動転送 <laughs> のの設定の先をチェックした方がいい、ね、今からご紹介するんで AE のユーザーの方は自分のそれをちゃんと確認してねっていう話なんですが、はい、でまあちょっとこう,こういう感じで今日は U の端末をご用意しました必ず E メールのアプリがあります。ここね e、メールのアプリあ,るあ,るありますね。E メールのアプリを起動していただいて、まあ、こんな感じですと最近の E メールのアプリ結構バージョンアップしてるんでちょっと長めに変わっていくんですけど、うん、そこにメニューっていうのが、ねはい、左側からこうタブみたいに出てます,てますね。 これを押してもらうとここにこう e メールのアプリでこういろんなまあ新機能紹介とかもあるのでここにメニューが出てきますここの中に e‐mail 設定っていうがあります。はい、でこの e メール設定をタップそうするとこの e メール設定の画面が出てくるんで,でここの中でアドレス変更その他設定っていうのがありますとれ、ね、これをタップします。 でこれえっと要するに EU のサイトへ繋ぎに行くんですけど、うん、接続するっていうのをタップしますそうするとここで E メール設定の画面が出てきます。うん、でこの画面の一番下こに自動転送先の設定ってあります。ここは実は結構実は難関だったりするんですけど、はい、押すとですね何が出てきますかというと暗証番号を入れなきゃいけない。 おはいはい、簡単に言うと、えっと、契約時に登録した例えば留守番電話を、うん、携帯電話以外から飛行機に使ったりとかする暗証番号、うん、まあドコモでいうとこのいわゆるネットワーク暗証番号ってやつですねこれを実は入れなきゃいけないでこれちょっと今あの内緒なんで見えないようにしてですね。はい、店員さんはこれも 情報ね、まあお客さんが多分書いたのを見ちゃったんでしょうねう入力したんでたでここで今最後これで「送信」と押すとこれで自動転送先の設定今2つこのありますけどここで例えば「何とかかん」とか「G メール」とか。 自分のプロバイダーなんとかなんとかビッグローブ NGP とかって転送先を指定しておくとすればもうあとはもう勝手に転送されるんでだからもしこれが自分で設定した覚えが得ないのにここが何か入ってたら入ってたら、ね、あんたその人にやられてますよっていう話なんで気をつけてねっていう話なんです,するな。 まあ、こう、これ、非常に実は便利な機能ではあるんだけども、そういうことがあるので、自分でちゃんと管理してねっていう話になるんですよはい、はい。まあ、エーユーの方は、今、今のちょっと手順で、ちょっとチェックしていただければと思、うんねはいます。え、あともう一個聞いてもいいですか。何何今。芸能人で話題のラインの情報も流出してたりとか、芸能人ですら迷惑を。うん こうか、ね、こもってる方もいらっしゃるじゃないですか。あ,あの人ですね。そうです。はい、あの方です、ね。ラインのやり取り全部世間に。見えちゃいましたみたいな話ですよね。あれはどういうことですか。ラインって、まあ詳細どうやってそれを、その引っ張り出してきたのかは分かんないですけど。ラインだから流出するとか、いろいろなんか、その根拠もないようなことを書く人がいるんですけど。ラインって、えっと。いいところも悪いところもあって。はい、あの、例えばライン的変更すると、元のデータって。 持っていけないじゃないですか前も前使ってたデータって消えちゃうじゃないですか Facebook のメッセンジャーとかだと昔のチャットの記録も全部残したりするんですけどまあここは実は決定的に違うところなんですが LINE ってそれがあるので実はトークの内容例えば僕とゆきちゃんがトークで話した内容をバックアップする機能があるその機能を使って丸ごとバックアップをして要するになんとかさんっていう芸能人方となんとかさんという方が会話をした内容を 全部バックアップして,プしてでそのバックアップしたデータを例えばメールに転送して、うん、メールで添付して送るとか、うん、あるいはその、えー、なんか他のなんかクラウドにあげるとか、うん、まあそういう形を使うことによってどこかにデータを外に持ち出します。うん、例えばメメーールルで送ったら、うん、送っったたらは 削除しておけば送られたことはバレないので、まあということでおそらく引っ張り出したのではないのかなっていうのが一つ。うんうん、もう一つはえっ、ー、と考えられるのは実はまあこれちょっといろいろ手間がかかるんだけど、パソコンでも実はラインってログインできるですね。うん、アカウント作っとけば別にパソコン側がらログインできるんで、はい、で会話の内容も同期できますから、はい、そうするともしかするとそこの内容で丸ごと持っていかれてるって可能性もゼロではないと。う,ーんうん いいいずれれににせよロロッッククはかかけけなさいとというここです端末にロックをかけるこれは大事あともう一つはさっきの,その AU の話に関してもちろんね経理、はい、アさんが AU ショップに対してちゃんとやるように指導するってこ,とこれはも,もちろん大事なんだけどお客さん側の考え方として何をしなきゃいけないかっていうのはよく分かんないからあんたこれ設定しといてよって、ね、パスワード、まあ、じゃあ適当に私のなんか名前でもいいわとかなんかそういう管理の仕方っつうのが実はダメ おせね昔僕が実際そのある家電量販店さんで機種変更をしようとした時にお客様今回の機種こちらございますあの設定をいたしますんで着きましたらこちらの紙にですねあのお使いのメールアドレスと暗証番号とからパスワードとそれから Google のアドレスとパスワードこの紙に書いてくださいってお前殺されたんだこの野郎」って怒ったんですよ。そうういい認識のお店結構多んです パスワードを紙に書いて店員さんに渡すとかだありえないからい、うん、でそういう認識でやっちゃダメなので、うん、基本的にはちゃんと自分で管理しましょうと、うん、さっきの「E メールの感じに関してももうお任せで設定して「うん、はいどうぞ」じゃなくてやっぱりちゃんと自分で確認するべきとかはしましょうよということで最低限のレベルだからそのなんかすごい難しいことはで勉強しなくてもいいから、うん、まあここの今のところぐらいは。うん まあ、知っておきましょうよと、そして端末ロックね。そうなんです。端末ロックは結構大事ですけど、取られるときは取られますんで、さっきの話じゃないですけども。気をつけて頂いて、あのね、寝てる間にこう指紋センサーでピーやられたら、それまたアウト。危ないんで、それも気をつけていただいてですね。安全に使っていただくことも大事なんですけども、やっぱりやましいことのないようにですね。していただけると、漏れたくないことは直接本人に会った時に話せばいいんじゃないの。そうしたら、なかったことにもできるしね。そうそうそう。そんな会話したっけみたいなね。 そうです証拠に残るようなことするとそうです大子は芸能人の方はお忙しいと思いますが <laughs>、はい、まあ情報ツールも上手に使っていただければと思いますはい、はい メイト S です。素晴らしいこれハイスペックでございます。まあ価格の問題もあるけどね。そうですね。まあでもあのカラーもえっとこんな感じ非常に綺麗なカラーでなんかフルーメタルの非常に美しいボディなんで持っててもいい感じの質感のモデルであります。シムフリー。ええまあシムフリーですし。上野さんのいわゆる通信料でうまく節約を実際で。 まあ、なとか調子合わせていただけると思っていただきやすいのかなと思います、うん。端末自体は素晴らしい。そうです。はい、ぜひ皆さんも店頭でちょっと触ってみてください。はい